さて、夜道トンネル、プレイしていきます。あなたの下の名前を教えてください。ああ、入力するタイプっぽい。下の名前入力でいいんすか？だったら、エア文字になっちゃうんですけど、本当にこれでいいんすね。いきますよ。ようこそ、エア文字さん。覚悟が必要なのは私だったかも。読みずれんだよな、これ。私は、これから始まる物語について、ちょっとした情報を持っています。さて、エア文字様は、物語を読む前に、どこまで知っておきたいですか？ああ、まあ、しっかり知りたいですよ。何なのかもよくわかんないですからね。多分、その夜道トンネルっていう情報だとは思うんだけどね。夜道トンネル。そのトンネルは、一部の人々の間だけで知られ、そんな名称で呼ばれている。誰が呼び始めたのかも、どこにあるのかも不明。ただ、そこに入り込んだ者は、肉体を持ったまま、夜道へと迷い込むという。それによって、どんな影響を受けるかは不明である。この主人公は、数日前に仲間内でその話を聞いたが、そういうものを信じていないため、すでに忘れている。これから始まる物語を読んで、どう感じるかは、あなたの自由。私はただ、物語を提供するのみで、そこに責任を持ちませんので、あしからず。では、物語を始めましょう。思ったより、時間がかかったな。吹き出る汗を拭いながら、車中でそうつぶやいた。山の奥にひっそりと立つ古い一軒家。そこに住む80代の竹地さんからの連絡で、エアコンの修理に赴いた帰り道。辺りはもう、すっかり暗くなってしまっている。早く帰って、一杯やりたいところだが。狭い道は少しでもずれると、簡単に脱輪してしまいそうで、あまり速度を出すことができない。クーラーはかけているが、それでも吹き出す汗と、速度を出せない現状に苛立ち、思わず、舌打ちが出る。トゥルルルルルルル。なんかすごい特殊な舌打ちっすね。ズボンのポケットに入れたスマホが鳴ったと同時に、ブルブルと震える。プライベート用の電話なので、取らずに放っておく。切れた。しかしまた。トゥルルルルルル。留守電設定にしているのに、相手はそこに伝言を入れるでもなく、しつこいほどに繰り返しかけてくる。急用かもしれない。そう思い、電話を取ろうと、尻ポケットからスマホを取り出したとき、ちょうど、トンネルに差し掛かった。電波が途切れ、コールが止まる。トンネルを抜けてから、かけ直そう。そう考え、空いた助手席に向け、スマホを軽く放り投げた。次の瞬間。ドゥルルルルルリルル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 ル。スマホから今まで聞いたことのないような変な音が鳴り。ふ、聞こえ出した、いびつな笑い声。そして時々、ザッと入る、ノイズに混じって。カカカカカカ、詐欺。それは、抑揚のない機械音に、人の声が混ざり合ったような、形容しがたい不協和音だった。恐怖のあまり、喉の奥から引きつったような声が出る。何か、やばいことが起きてる。一瞬で汗が引く。アクセルを思い切り、踏み込んだ。死ぬ思いで、トンネルを抜けた途端、声は止んだ。安心して大きく息を吐き出した、その時。振り、向いて。そう聞こえた。スマホから。振り向くわけにはいかない。わかっている。絶対に。だが、ダメだと思うほど気になって、気になって、気になって、少しだけ、ほんの少し、
少しだけなら、きっと、大丈夫。きっと、多分、そう、大丈夫。おやおや、残念ながら取り込まれてしまったようですね。さて、この人は今もまだ人間なのでしょうか？それとも。いや、まあ、人間じゃないっすかね。これは話を聞く方がまずいのかな。まあ、とりあえずもう一つの選択肢いきますけど。男はあるものを運ぶ仕事をしている。エアコンのこと？全く違う話になりそうな気がしてきた。男は数日前に仲間内で怪談を聞いたが、そういうものを信じていないため、すでに忘れている。これから始まる物語を読んで、何をどう感じるか、あなたの自由。私はただ、物語を提供するのみで、そこに責任を持ちませんので、あしからず。では、物語を始めましょう。BGM が、ちょっと変わった感じ？吹き出る汗を拭いながら、車中で男は呟いた。仕事に予想以上に時間がかかってしまった。エアコンの仕事ならカットしますよ。早く風呂に入って、一杯やりたい。入りながらちょっと危険だよ。あ、違う話になった。そうしてこの鼻の奥にこびりついたものの匂いをさっさと消してしまいたい。そんな男の願いとは裏腹に、少しずれただけで脱輪しそうなほどに狭い、この田舎道では、車両の速度を出すことは不可能だった。なんだこれ。死体の運び屋でもしてんのか？冷房をかけてはいるが、吹き出す汗、そして速度を出せない現状。それに苛立って、男は大きく舌打ちをした。その時、ドゥルル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 。ああ、物語違っても特殊な舌打ちっすね。はい、ドッピョです。仕事の連絡はことがすべて終わった時点できっちり済ませてある。急ぎの要件ではないのだろう。そうこうしていると、切れた。しかしまた、ドゥルルルルルルル、ドゥルル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 。相手は留守電に伝言を入れるでもなく、一度切ってはしつこくまたかけてくる。うるさい。いっそのことを電源から切ってやろう。そう思い、尻ポケットへと右手を伸ばす。スマホを取り出したところで、ちょうどトンネルに差し掛かった。電波が途切れ、コールが止まる。ちょうど切る手間が省けたとばかりに。男は開いた助手席に向けてスマホを放った。そうして、狭く暗いトンネルの中、響くのは車のエンジン音だけになった。ドゥルル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 ル。突然、今までに聞いたことのないような奇妙な激しい音を立て、スマホが鳴り始めた。ビッという音の後、ふふふふふ。時々入るノイズに混じって響く、いびつな笑い声と、カカカカカ、ふふふ、ウサギ。抑揚のない機械音。断続的に続く不協和音の波に。男は恐怖のあまり、喉の奥から引きつったような声を上げた。何か、やばいことが起きている。あんなに吹き出していた汗は、気づけば、冷たいものに変わっていた。男は焦って、アクセルを思い切り踏み込んだ。なんとかトンネルを抜けた途端、音声は止んだ。男は安心して、大きく、息を吐き出した。その時、返して。男の鼓膜は確かに震え、その音を拾っている。しかし、脳は一瞬で凍りついてしまったかのごとく、その音の意味を理解することを拒んでいた。すると、返して。一度目はスマホから。二度目は男の後ろ。
三度目は耳元で、そっと囁かれる。ねえ、返して、私の。体。ああ、お戻りになりましたか？最後に何か映ってた？そうでございますか？私にはただの暗闇にしか見えませんでしたが。無事二つの物語をクリアされたようですね。似たような話だったのでスキップしたと。いやいや、似たような話だったが両方とも飛ばさずにしっかりプレイした。そうですか、そうですか。いろんなご意見やご感想があるようですね。しかし、どのようなプレイの仕方であっても、少しでも楽しんでいただけたようでしたら、私どもは十分に満足です。プレイしていただき、ありがとうございました。ではまた、どこかで。ファミレスで二人の人間が会話をしている。ねえ、ヤモジ。夜道トンネルっていうゲームがあるらしいんだけど、知ってる？いや、もう知ってる知ってる。なんなら今プレイしてるから。何それ、全然聞いたことないし。え、私喋ってんのこれ。なんかね、あの世とこの世の間にあるトンネルのことをゲームにしたみたいなんだけど、興味ないね。実はそのトンネルって本当にあるんだって。本当？そういう系話好きだよね。だって面白いじゃない。でね、そのトンネルに迷い込むには条件があるらしくて、それがね、夜道トンネルっていう名前を知っていることなんだって。他にも何か条件があるのかよくわからないけど。は？それじゃあ聞いたらやばいじゃん。もしかして帰りに遭遇したりして。これトラップ系の怪か、紫鏡と同じですね。あ、皆さんも聞いちゃったね。ごめんね、未成年者のみんな。ヤモジは茶化すように笑いながら言った。向かい合った彼女は、口角を緩やかに上げて、微笑みながらそれに答えた。うん。そうだね。